はい、こんばんは。今回はね、レンガとツタとレンガを組み合わせた感じのイラストをね、描いていこうかなと思ってます。なんかレンガの、なんていうのかな、ヨーロッパとかのこうレンガのなんていう壁にちょっとこうツタが張ってるような、そんな感じのねイラストにしていきます。例えばやっぱり家を描くとき、ヨーロッパのレンガの家を描くとき、他にも前にねちょっとレンガのね家の動画を上げたんですけど、そんな感じの家を描くときとかにちょっとこう使える感じのイラストにしていきます。なんかちょっとしたなんか落書きとか、なんか手紙の端っことかに描くと結構ねおしゃれな感じがするので、個人的にはおすすめかなと思います。こうツタとレンガですね。で、最初にツタの方がね手前にあるので、ツタをね最初に書いていきます。こんな感じですね。簡単な感じで大丈夫です。で、ツタは先っぽに行くほど葉っぱがね小さくなっていくのが特徴ですね。あとは必ず下を向いていますね。で、あとこれはレンガを書いていきます。レンガは必ず高い違いに書いていきます。こういう感じですね。で、レンガとレンガの隙間のところはこう白い色のなんかなんていうんですかな、こうつなぎでなんか止めてあるので、そこは白く残すためにこう隙間を開けてます。こんな感じですね。ペンで描くとこんな感じです。で、ここから色を塗っていきます。で、最初にそうですね、レンガの方ですね、レンガの方から塗っていきます。で、レンガって焼くんですよ。こう土をこう固めて、で、それをこう火にかけてこう焼くんですよね。陶芸教室とかね、やったことあるとはやったことある人はね知ってるかもしれないですけど、こう釜とかでこう焼くんですよ。で、焼くときに結構火にこう直接当てて焼くので、色のムラっていうのが出てくるんですよね。こういう焼いたレンガっていうのは、なのでその色のムラの感じを出すのがレンガを描くときのねポイントなんですよね。なので、例えば今使っているのが赤茶系ですね。赤とか茶色とか、あとオレンジ色、そのあたりの色を組み合わせて、こうわざとこう色のムラを作ってあげる。こんな感じですね。こんな感じで塗ってあげると結構ねリアルな感じのおしゃれなレンガを描くことができます。なんかね黄色っぽいものがあったりとか、赤っぽいものがあったりとか、茶色っぽいものがあってもいいし、なんかそういう感じで塗っていきます。結構ね簡単に描けます。で、あとはツタですね。ツタの先っぽの新しい葉っぱの方は割と黄色系の、黄緑色系の色で塗ると OK です。こんな感じで今回は終わりたいと思います。他にもね、いろんな家の例えば動画とか、いろんな、ね、海とかを描いた動画とか、いろんな、ね、イラストの動画があってるので、よろしかったらそちらの方も見てみてください。今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。それではまた。